柏レイソル対大分トリニータ。解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ北澤さん、実力では互角と言われるチーム同士の対戦となりましたね。そうですね、まあ単純には予想できないところもありますけども、今日はちょっと分かりませんよね。なるほど。さあ選手がピッチへ現れてきました。さあ間もなく試合が始まります。キックオフでスタートです。栗沢少し出して大きくサイドを変えます。バックパスチェック、回して古賀、村上スローインです。追いかける左へ、チェックきついですよね。ステップを細かく刻む、右にはたいた森重、チェック、杉山いいところです。競り合った、サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。大分としてはいい守りを見せたと思いますよ。やや中のフォローが遅いか、一人で持ち上がっていく、シュート、こぼれ球、右足決まった。前半20分です。レイソル先制ゴールを決めました。繊細かつ豪快な右足、攻撃の形は良かったんじゃないですか。そうですね。さあリプレイ画面が流れています。そしてまた北澤さん、しかし見事な先制点が見れました。大分としてはここからどんな形を見せるかですよね。さあいずれにしても面白い展開になる。レイソル先制ゴールで1点を得ています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたことでまた動きますよ。はい、引き続きここから注目していきましょう。非常に微妙でした。しかしオフサイドの判定。ボールは戻り、右に前へゆっくり送ろうという場面です。パスをつないでいく。さあ追い上げたい。これはどうやらオフサイドのようです。今の場面ご覧いただきましょう。うん、いいプレッシャーだ。これは通りませんでした。追っていく、待っていました。取りに今のところ1点のビハインド。だんだんとこう中盤で動きやすくなっているようにも見えるんですが、そうですね、非常にうまくボール回してますよね。アプローチ、中を見ている、一人で持っていく、ストライカーフランサ下げて、ここは小林、長いボール
へ出した。金崎、硬いボールを回して、ロスタイムも残り2分を切りそうです。チェックが入りました。つながっていく、いくか、さあいい展開だ。笛が鳴りました。前半終了です。さて北澤さん、はい、レイソル先制して前半を折り返せたわけなんですが、どうでしょうか。いいペースで試合の運びができましたよね。守りも悪くないですしね。なるほど。レイソルリードもしているんですが、エリアの使い方もバランスいいようですね。はい、全体的にうまく使えていたんじゃないかなと思いますけどね。特に中盤から前にかけて、そんな印象でしたね。あとはもう少し早く前運べるといいんでしょうけどもね。はい、さあ後半両チームどう出てくるのか楽しみです。前半を終えて1対0、レイソル1点リードで折り返します。後半です。レイソルエンドが変わって右から攻めます。その反対側がトリニータ。ここからの組み立てが大事です。ファールを取られます。エキサイトするシーンです。いやー、彼また熱くなってますよ。直接フリーキックです。頭でチェック、エジミウス、チェック、左へ回す。左サイドを使います。読んでいた、チェックを受ける、少し出して、杉山、石川、落ち着いています。やや最終ライン付近でのミスというのが目立ってきていませんか。低い位置でのミスはフォロー効かないことが多いですからね。怖いですよ。はい、スペースを使う高橋、アプローチする、高橋、ここは落ち着いていきたい。前線右に出してクリアです。森重、おっと空中での競り合い、預ける。後半30分を回ろうというところ、チェック、ディフェンスに合います。右へ出した栗沢、そして李。今日はまだシュートがありません。チェック、チャンスになるか。ここは叩きます。チェック、センターフォワード高松、チェック、高橋、ここからポベル、このスーパスはオフサイド。さあリプレイです。微妙なタイミングでした。回します、縦に出す、左へ送ります。一旦預けます。後ろからチェック、ここには誰もいません。右に送ります。後ろからのマーク、中央上がっていきます。ここに西山、パス、まだコースを探しています。ここでリターン、北島サイドフォー、ここで試合終了。
1対0レイソル1対0で勝利、踏ん張りました。北澤さん、まずは前半に1点が入りました。そしてそのままスコアは動かず終わったわけなんですが、いかがでしたか。はい、後半に入ってから拮抗してましたよね。柏としてはなんとかうまく逃げ切ったという感じなんでしょうね。そうですね。では試合後のスタッツを少し振り返ります。レイソルシュートの数だけ見ても相手を上回っていますね。そうですね、うまくチャンスを作れているってことですよね。そんな中でも戦術もマッチしていたっていうことでしょうね。試合を終えてみますと結果は1対0レイソル見事試合をものにしました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。それではハイライトシーンをお届けしながらお別れとなります。ごきげんよう、さようなら。Thank you.